ニキや鶴浜ってこんなとこやで。今回はね、大阪港の方から鶴浜の方に行きますよ。今日はね、大正区に行くということなんよね、港区から。この橋、波早大橋渡ったら、もう東京インテリアとかね、イケアがすぐ見えてくるんでね。まあ、この前のね、ショートの暴走族のとこですわ。ここにランボルギーニがいっぱいおったんよね。今日はええ天気やし、ほんまに気持ちがいい。ほらほら、右手の方にね、ちょっと見えてきたで。わかりますか？これがね、東京インテリア。で、その奥がね、イケアなんやけどね、このまますっと駐車場には入られへんよね。これからね、ぐるぐるーっと回っていくんで、ちょっと早送りするから、まあまあ、どんな感じか見てくれたら嬉しいよな。ほんまはこの坂降りたところをね、右に曲がれば一番いいんやけどね。やっぱり右に曲がるいうことは、対向車とすれ違うということやからね。まあ、信号あっても混むしね。まあまあ、やっぱり反対の方から、ぐるーっと大回りはしゃあないことかな。ああ、目が回る、目が回る。ちょうどオープン5分前に着いたら、まあこんな感じやで。で、まあエスカレーターでね、1階に降りてきたら入り口はこんな感じやで。で、これのね、左の方に行くと、お子様をね、預かってくれる、そういうところがある。ここはね、混雑時にはね、結構待たないかんからね、まあ朝早起きてね、ここに預けてね、お子さんを、そしてまあ、大人はね、ゆっくりと買い物できるという、そういうサービスがあるということやね。まあ預けてね、買い物終わってまたここでお子様を受け取りに来るとね、そんな感じやで。ということでね、まあエスカレーター乗ってちょっと上行って、ここからはお買い物、左にはすぐ食堂あるんやけども、ちょっと今から中見てみましょうかね。
ウォールランプは一緒か、やっぱり。Like I was gone.